これね、買ったね、コッペ立場さん初めて来たけどね、これ頼まれたからしょうがない。はい、あの、さあ、じゃあ帰ってきました。焼きそばパンね、からしマヨネーズ、長さが18センチ、幅が10センチですかね、約ね。で、それではね、からしマヨネーズ。食べてみよう。っての始まる。昔ね、10年以上前ね、川口のお店で、揚げパンの日ってのがあってね、100円だったっけな。いつ買ったことあるんだよね、川口でね。川口で。電気ホールと近くの商店街。ちょっとさ、行ってみようよ。これ分かる？うわぁ、こんな、ほら、からしマヨネーズが塗ってる。こんな、からしマヨネーズが塗ってる。張り付いて、これ。フィルムが。高いもんね、これね。いただきます。ああ、まだね、あったかいから美味しいね。うん。本当濃厚ソースだね。うん。うん。おパンの生地もね、柔らかくてね。まあ、これ歯のない人でも食えちゃうよ、これね。これうまいや。からしマヨネーズと、もうね、青のりがね、また、絡んでね。この青のりでちょっとあれかな、磯の香りがね、うん。そんな磯の香りがするほど入ってないね。子供の頃なんかね、この紅生姜ね、よけちゃったけどね、今美味しいよね、ちょっと。アクセントになってね、うまっ、うまいよ。うん、ちょっと100円で買うその辺の焼きそばパンとはやっぱ違う。このパンがうまいね、やわらかくて。今までさ、揚げパンしか食べてなかったけど、揚げパンじゃない、この柔らかさはなかったね。もう10年以上前だから。揚げパンの味も忘れちゃったけどね。これ、うまい。確かにうまい。うん、並ぶのは分かる。あんなにだけど12種前あんなにメニューはあったっすかな。種類、メニューというか種類というか、そんなになかったような気がするけどね。こっちの田島進化したね。
進化したよ、10年の時を経て。うん、うまい、これうまいよ。うん、マジでうまい。うん、うんうんうん、ホップだるま焼きそば、辛子マヨネーズ付き完食。美味しかった、美味しそうでした。また買おう、リピート確定。そうだな、これ60年焼きそばパン食べた中では5本の指に入るね。美味しかった。ご視聴ありがとうございました。少しでもよかったらいいねとチャンネル登録お願いいたします。次の動画もお楽しみに。また会いましょう。